はい、どうも、ヤパチ専門チャンネルです。今回はですね、妖怪ウォッチのキャラクターの30年後の姿40連発いきたいと思います。まず、エンマ大王、妖怪ウォッチシャドウサイドはですね、めちゃ大人みな感じになってます。イケメンが大人になると、やっぱりイケメン。続いて、ヌラリヒョンなんですけど、30年後。あんま変わってないな、みたいな。もともとね、イケメンのヌラリヒョンなんだけど、結構昔もね、同じような見た目してるよね。何年経ってもヌラリヒョンあんま見た目変わりません。続いて、ジャオウカエラ。幼少期の頃ね、めちゃ可愛らしい感じだったんだけど、妖怪ウォッチシャドウサイドでですね、またイケメンになってますよね。子供っぽい印象だったのが大人っぽい印象。さらにケータッチ41歳ぐらいの年齢かなと思うんですけど、このような見た目になっております。普通っちゃ普通のお父さんって感じよね。でさらにふみちゃん、ケータと結婚したふみちゃんなんだけど、めちゃ可愛いよね。41歳ぐらいのふみちゃんもめちゃくちゃ可愛い。続いてエミちゃん、これはジーバニャンの飼い主のわけなんですけども、お母さんになってんだけど髪型も変わってるし、でもめちゃくちゃ可愛いらしいですよね。続いてジーバニャン、30年でどうしたみたいな、めちゃくちゃいかつい見た目になってんだね。妖怪ウォッチシャドウサイドっていうのはですね、なんかもともとその妖怪の怖いところを表現したそういう作品なわけですよね。ストーリーバチバチ面白いんだよね。なんかいろいろ設定はあるみたいだけども、その妖怪との交わりがなくなった、人から見られることがなくなって、こういうねすごい見た目になったっていうこともありますけども。続いて天使のコマさん、30年後このような姿に、普通の犬っぽい感じなんだよね。これ妖怪ウォッチ4で解説ありましたけど、その昔のコマさんと30年後のコマさん、名前は同じだけど、まあ、別物という風にね解説ありました。続いてコマジロー、兄弟のコマジローなんだけど、カエルになっててね犬じゃなくてカエルになってる。これもね、名前は同じだけど別物ということですよね。続いてこちら、ババン、雲外鏡もね、やばい見た目になってる。続いてひもじい、このような感じですね。一応妖怪ウォッチシャドウサイドではライトサイド、シャドウサイドみたいな、戦闘モードがシャドウサイドなんだけど、その怖い見た目がシャドウサイド、こちらですね。続いてメラメライオン、映画にも出てきましたけど、ムキムキマッチなんだよねやっぱりさ、妖怪ウォッチって幼稚園だとか小学生の子供とかに受け入れられるように可愛いキャラにしてたと思うんだけど、30年後の世界ではやっぱりそう中学生ターゲットにしてんのかなみたいな感じでですね、いかつい見た目やっぱ多いですよね。ロボニャンが30年後になるとこちらですね。かっこいい名前はね、ロボニャン00とかでそんな名前になったと思うんだけどね。続いて土の子、土の子可愛いね。これね、ライトサイドの姿でシャドウサイドになったらね、また見た目が全然違うんだけど可愛い。そしてウィスパーさん、30年後こちらですね。かっこいい、だから大人めな感じになってる。ほにょほにょもなんか紫色になってるし、ちゃんと服を着てんだよね続いて大釜さん、めちゃくちゃ大人めな感じになっております。服装は同じ感じかな。で土蜘蛛さんもめちゃくちゃスタイリッシュな大人めな感じ。そして吹雪姫なんだけど、めっちゃセクシーになってんだよね。でさらに百鬼姫、色違いの妖怪なんだけど、こちらもめちゃくちゃセクシー。百鬼姫はねアニメに出てないかなと思います。でオロチなんだけど、またイケメンなんだよね。バチバチイケメン。で影オロチ、こちらゲームに登場しております。ゲームも30年後シャドウサイドの姿でね、めちゃくちゃいがつい見た目、キツネって感じだよね。でさらに犬神のこのシャドウサイドの姿、そして日野神なんだけど、あんま変わってないかなみたいな、これシャドウサイドの姿だけど、ちょっと顔つきがいかつい感じになってる。でイケメン犬なんだけど、30年で渋メン犬に変わってんだよね。でうんちくま、相変わらずこちらうんちくどみ持っております。見た目がね、なんかやばいよね、やっぱりね。続いてシュラコマ、こちら見た目いかついシャドウサイドの姿。そしてブシニャン、めっちゃ可愛かったブシニャン、この間いかつい感じの見た目になっていると。でライオトン、映画にもね出てきましたけど、こちらもいかつい見た目だよね。でセイリュウなんだけど、こちらねライトサイドの姿めちゃくちゃイケメン、スーパーイケメンになってんだよね。やばい。ボスの三股のづち、30年後の姿はこちらムキムキマッチョ。これライトサイドの姿なんだけど、めっちゃいじられキャラなんだよね。続いて酒呑童子、30年後めちゃくちゃかっこいい姿に、これ名前が同じだけでまたね別物っていう可能性もありますけど。でアシュラ、こちらも名前同じでちょっと見た目全然違う感じかな。でキリンなんだけど、こちらもね名前同じで別物かな。あの幻獣がいっぱいおって、ゲンブとかキリンだとかスザクとかいっぱい幻獣おったわけなんだけど、すんごい強いしかっこいいし、めっちゃでっかいんだよねキリンとかね。でセバスチャン、こちらでございます。元々のセバスチャンはおじいちゃんって感じだったんだけど、シャドウサイドの世界では女性にねなっております。だから名前同じだけど別物かな。でさらにジョローグモ、これもね男性というか男の子って感じだったんだけど、普通に女キャラになってましたよね。ジョローグモボスとして出てきてましたけど。でメカブちゃん、30年後でこの辺の感じ、ちょっとこう肥大化したような感じかな、ちょっとこう目がちっちゃくなったような感じかな。で昆布さん、こちらですね。さらにワカメくん、この辺の感じで、ワカメ系トリオさ、なんかこう目がちっちゃくなってるの、そんな感じかな。ラスト覚醒エンマ、30年後だとまたかっこいい姿になってるんだよね。はい、ということで今回はねシャドウサイドの妖怪たちご紹介いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。